ユナ、まさかここでお主と会うとは。来るつもりじゃなかったさ。誰がやった？蒙古の百戸長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何のご用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。生きてたんだ。何用なのさ？助けに来たんだよ。私を死なす機会？せっかく蒙古どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる？まさか奴らに仕えてるの？死にたくないんだ。どうして戦わないのさ？私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか？誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何か分かった？イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟、知っておるのだろう？イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。来たね。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだ。
牢獄みたいだから。なぜ知っておる？私と鷹はここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ？ずっと昔さ、どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。七蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、太蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。行こうか。どうしてこんな。見せしめだ。逃亡を図る者らへの。ワムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。もうやだ。戻りたくない。死はせぬ。待っておれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。鷹と私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺された全ての芸人のために、そして私のために。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び、寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。行って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。要注意しろ。これだけ兵がいるんだ。街道を全て抑えれば物資を奪い放題だな。そんな顔で見るな。これまでの罪の報いだ。残り二人か。飯の支度が遅れたら他のもんを食わせなくても。シーズン、あいつの骨は多い。だがあれだけの肉は誰の腹の中にいったんだろうな。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。あと一人だ。
つまでもメソメソ泣きやがって。てめえは犬か。畜生なら何それでも文句ないよ。地獄に落ちよ、この首もらうぞ。こやつで最後、ユナの元へ戻るとするか。殺さないで、どうか、故障ですから。今少しだけ辛抱してくれ。Huge wish wedge.終わったもん。下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたこと知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。Jarl Chulkurin Engif, and Gatsar Harald Schulkilch. I stand with the character. あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけん。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの八重があるんだ。そこで会おう。